も鍋ですという感じで鍋トークと称して毎日3分を基準に BGM も効果もなしで思いつくままに喋っております。雑誌ワイング編集長が裏方に収まりきれずというのが一応歌い文句です。イラストや文芸がお好きな方はぜひワイングのページも覗いていってください。ということで鍋トークと雑誌ワイングの CM でした。アイラペッツ、ペット動物好きの方に楽しんでもらうことをもとに運営中、放送中のアイラペッツレディオではペットを飼ってない人でも楽しめるトークでお送りしております。雑談ありハプニングありのペットラジオぜひご拝聴ください。URL は http://shingaemon.client.jp/。河村製作所。大丈夫か二人とも。インターネットラジオドラマ、テンペスト。河村製作所、ラジオ館にて、好評公開中。世界を救う、か。インターネット放送局ニンニンチクビ、石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股ほか多数出演中のインターネット放送局ニンニンチクビは 2219.jp。 レディオジャム、ウィワナビ、ユアナンバーワン。11月12日ということで、レディオジャム、イワナビーワナバーワンでございます。伊沢でございますけれども、今週でレディオジャムに立ち上げ5周年ということでですね、特に、祝うこともなく、あっさりとお届けしたいわけですよ。5年が何だと。ね、でも人生の中の5年なんてですね、意外と長いですね。よく考えてみれば。少なくとも大学は卒業してますね。ちゃんと単位をちゃんと取れてればね。ということで、まあ、1998年は、私、ウェブサイト立ち上げた年で、2000年から、このインターネットラジオというものをやってるわけして、ね、今年の2005年11月の12日、本日をもって、丸5年。ね、2000年の11月13日に立ち上げたんですけどね。ということで。まあ、これからもよろしくお願いしたいわけなんですけれども、今週の話はですね、そういう5周年とかなんとか言うのと全然関係なく、まあ、中古でもいいじゃないっていう、そういうお話です。セカンドハンド。これをですね、もう推し進めていきたい。で、リユースってことじゃないですよ。R-E-U-S-E。もう一度使うっていう、リユースっていう言い方を、最近ではかっこいいと思われてますけども、英語的に言うとセカンドハンドですね。二つの点。二人目または二人目の点。ね。もう一度誰かが別の人が使うっていう。こう中古でいいじゃない。どういうことかって言いますとですね。まあ、例えば、私今こう手元にありますデジカメなんですけども、サイバーショットですね。これは K-Bandなんだこれ。DSCS50 っていうのがここにあってですね。これが、100何万画素っていう、今時考えられないような、携帯電話に載ってるような、デジカメなんですけども、私はですね、これを、ま、中古で手に入れたわけですよ。しかも2ヶ月ぐらい前に。なんでかっていうとですね、まあ、ウェブで使う分ぐらいには100万画素ぐらいあれば十分なわけですね。印刷するんだと、もっともっと高解像度できますけども、ウェブで使うなら100万画素ぐらいでいいじゃないですか。それを、わざわざしかも新品で買うこともねえなと。で、別に保証とかね、なんとかそういう問題ありますけども、それ新品じゃなくてもいいじゃないよ。ね、ってことで私はまあ中古で手に入れたわけですね。で、最近、うちのですね、無線LANっていう、あれの調子が悪くなりました。で、これがもう、なんか異様に調子が悪くなってたんで、何でしょうですね、電波が拾うと数パーセントとかいう、電波強度数パーセントとかいうですね、無線技師にびっくりみたいなこう感じのね、状態だったんで、じゃあ、買いましょうということで、こちらもですね、中古で、無線の、ブロードバンドルーターというのを買ってまいりまして、最近私だからこんな風にですね、中古ついてるわけなんですよ。で、もともとですね、この、レディオジャミンというですね、インターネットラジオサイトを立ち上げた時も、私がですね、バイオの PCG-C1 という、ね、初代 C1 を買った時にですね、あ、これマイクの端子ついてるな。それまではリブレット30っていう、音もな、再生も できなければマイクの穴もないっていう機械を使ってたんで、やれなかったんですけども、なんだこれ、マイクの穴があるじゃん。これに向かって喋れば、声を何、インターネットに流せるんじゃないのと思ったのが先だったわけですよ。ということで、まあ、こう中古でも、いいじゃないかと。で、今更ながらですね、新品の20万ぐらい出して、高いパソコン買わなくてもですね、あとはなんだ、高いデジカメ買わなくても、もう、新品なんかいいじゃないと。
ですね。まあ確かにですね、新品を買うことの方が経済は回しますけれども、あの、もういいじゃないの、もう人が使ったものをどんどんと、なんていうの、もう一度使っていこうよと。そういうことなわけですよ。で、まあ、こう機械製品に関して言えばですね、まあ意外とこの、まあ中古で使うということは、まあ難しくないわけですよ。あの、そういうなんか秋葉原みたいなところに行けばね、あの、ちゃんとそういう中古、なんかジャンク屋とかありますし、そういうところに行って、もの買ってくればいいわけです。だけど、まあなかなかですね、あとはまあ、あの、服の世界ね。これもなかなか何、古着とかいう形で、いい形で使えますけれども、なかなか難しいのがこう、他のもの。なかなかこういう他のものはですね、例えば電気製品とか古着とかそういうものを除くとですね、なかなか、こう、セカンドハンド。進んでない。まあ、車が別ですか。あとは、いろいろ結構ボロボロ出てきましたけども。そういうものはですね、まあ、もう一度使えるものはもう一度、なんか使っていこうよと。ね、新品買ってですね、どんどん新しくなってて、それもいいですよ。けども、例えばパソコンだったら、もう10年ぐらい前のせいになれば今、もう十分、インターネットぐらいできるわけです。だから、もう、どんどん古いものを使っていこうと。ね、チューブ屋さんとかでですね、みんなで足を運んで、その方がですね、逆に言えば、いろいろ難しい知識が必要だったりですね、いろいろね、面白いことの方が多いんです。ということで、中古のすすめ。ね、中古の方が、もういろいろと今の時代は面白いんじゃないかと、こんな風に思ってなんかするんですね。ということで、どうでもいい話をするということで、なんかですね、お鍋が吹きそうなので料理中にお届けします。ということで、今日のインタグラベスパンノーバー21世紀型アーティスト発掘企画の方に参りましょう。今週もトリプル E というアーティストですね、ご紹介いたします。4週目ですね、先週ご紹介いたしましたけども、点、間の部分をどう表現するかが難しいんですが、くせにという曲を聴いてください。しない。
午前9時頃今でも自然に目が覚めるの体に残るあなたの温度思い出すべてここに残して深井はい、ということでお送りしますレディオジャムユーナビユーナンバーワンインタグラムスーパーナンバー11月12日号ということで、聞いていただいている曲はトリプルイークセニという曲なんですけども、今まで数週間、3週間はですねちょっと結構アッパーな曲を続けてダーッとかけてましたんで、こういうまあメローな感じで言いますと一気に秋になったなという感じでございますけれども、ジャンル、ウフンバラード、ウフンラブバラードウフンは何なの？そのまま紹介を読みますと、藤井貴明のソロ曲、クセニのシトコーラスをアレンジして M が歌っていました。ここからはですね、ボケとツッコミを一人で聞いています。切ないラブバラードに大人の女の色気をプラス。ね、これ M さんのセリフですね。で、あ、消えちゃった。電気が切れてしまいました。で、貴明さんがツッコミで、だから色気はないちゅうてんねん。で、M さんがそれに、あーって、こう、これはですね、ミュージーのサイトで、この、なんて言うんでしょう、この曲のですね、紹介のところを読んでください。そこで自分で、ボケとツッコミは確認するように。一人でやらせんじゃないっていう。そんな感じでございます。聴いていただきました曲は、トリプル E、クセニという曲でございました。来週もですね、インスタグラムスーパーノバじゃない、これ、今も言わないビューナンバーありますので、曲かけますので、よろしくお願いしたいということになってます。ということでですね、お届けしてまいりました。レールジャム、岩波なんですけども、先ほど、トークパートと間にですね、鍋が吹きこぼれそうっていう話をしましたけども、実際大丈夫でしたね。なんとか、まあ、火を消すのに間に合った。てか、火扱いながら、ガス台から離れないようにっていう、これ基本ですね。やっぱり、ちょっと前も見てやるのはいかんという。ということでですね、10月12日も過ぎまして、来週は10月の19日、土曜日に、レールジャム、岩波の方はアップデートされます。ポッドジャムね、ポッドキャスティングで聞いてる方は、iTunes の方でですね、確認していただく、まあ、iTunes なり iPod なり、いろいろなそのね、ポッドキャスティング系のソフトを使って確認していただくと。で、ストリーミングで聞いてる方は、www.8085.go.jp、こちらの方にアクセスをしていただいて確認と、ということになります。いつも紹介してます。ね、トリプルEさんのリンク、こちらの方にもちょっと貼ってありますので、確認をしていただきたいかなと思いますけれども、来週のトリプルEさんの曲はですね、最後ですな。5週連続紹介企画、最後は、虹のかけらという曲をご紹介したいと思いますね。今週はまたイントロちょいかけ、いきましょう。ね、ということで、BG 絞る曲どうぞ。ということで、来週は平和にエンディングを、ね、迎えられるかと思いますので、こんな曲でございますよ。来週もお楽しみにしていただければと思います。もう一度言います。11月19日、この日を要チェックでございますよ。11月19日土曜日、いいんですね。この日になりますので、よし、チェックということで、お願いいたしますけれども。ということでですね、レディオジャム岩波ナンバーワン、先ほども言いましたように、番組スタート5周年と、番組じゃない、レディオジャミが5周年。でもまあ、似たようなもんだよね。5周年ですよ。で、5年もやってくるとですね、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、インターネット業界というのは変わったなというふうに思うわけで、最初始めた時はですね、電話線でしたからね、ダイヤルアップでしたから、ディー、ヒャーとか、音を聞いてましたから、それがいつの間にか ADSL にないですね、ライブドアと、楽天がこう、いきなり横から出てきた時代になったわけですよ。ね、何がしたいんでしょうね、あそこら辺の人たちは。わかんないんですけど。てか、あれだよね、なんだ、昔はライブドアって、インターネットプロバイダーだったよね。ね、さあ、ということで、わけのわからない話をしてますが、とりあえず、まあ、寒くなりましたけれども、風邪にはみんな気をつけるように、一人がインフルエンザを引くと、二人目の人に必ず移りますので、そういう風にならないようにして、平和にですね、12月年末に向かって行こうと思います。ということで、年末進行直前でも頑張っていくぞ。いかがでした？また来週。